こんにちは。今日はエナイプンのグループの今後について占ってみようと思います。エナイプンは2020年の11月30日にデビューした新しいグループなんですけれども、2021年、そして今後どのようになっていくのかということで、お客様からリクエストをいただきましたので、エナイプンの今後について占ってみます。まずはこのグループの特徴ですけれども、正統派なグループとなります。どういう意味かと言いますと、奇抜なことはせず、きちんと K-POP の業界、その業界に沿った保守的と言いますか、どちらかというと保守的な感じで、きちんとしたイメージで、奇抜ですとか変なことはせずに着実に進んでいくグループとなりそうです。そういう特徴がもともとあります。また歌の歌詞ですとか、そういうものには恵まれる傾向があると思います。楽曲ですね、楽曲の特に歌詞の部分で人の心を感動させたり、人気が出るような歌ができる、そういう歌を歌ってヒットすることができるという、そういう運命といいますか、運がありますね。または歌の歌詞だけではなくて、文章ですとか話し言葉に対してもとても恵まれているグループですので、積極的に V ライブですとか YouTube での発信、それもメンバー同士が話したりですとか、そういう機会を持つとさらに人気が出ると言えます。さらにこの方々の魅力を発揮することができるということにつながります。たまに歌を歌っている時、パフォーマンスをしている時は素敵なんですけれども、V ライブですとか話をするとちょっとイメージと違ったとなる、そういう方もいますが、このグループは逆で、パフォーマンスももちろんいいけれども、そのメンバーの人たちが話し合っていたり、自由に話したりですとか、言葉を交わしている姿をファンは見るとさらに魅力を感じるという、そういうグループだと思います。またこのグループは事務所がかなり成功したいという、このグループにかける思いがものすごく強いですね。もちろんどの事務所もデビューさせるにあたって、どんなグループでもデビューさせるにあたって並々ならぬ思いで成功させたい、絶対に儲けたいという気持ちで送り出すのは間違いないんですけれども、さらにその気持ちが強いグループですね。相当な自信と強い信念を持って送り出されたグループとなります。これはエナイプンのメンバーがそういう意味ではなく、エナイプンのメンバーが自信を持っていて成功したいと思っているのはもちろんなんですけれども、そういうことよりも、この事務所が、このグループを作った側がかなりの成功をしたいと、そしてかなりの地位を得たいと、そういうふうに思って作ったグループだと思います。ですからその通り大きな功績ですとか大きな成功というのがやってくる、与えられる可能性は高いですね。ただその成功と同時に傲慢になってしまったり、ファンを大切にしなかったりという、そういう悪い点ももしかしたら出てきてしまうので、そこは注意となりますね。その成功で、できればいいというその気持ちだけで完結してしまうと、あまりいいことがない。周りの人からどう思われているか、ファンはどう思っているか、世間はどう思っているかということも考えながら行動した方がいいよという、そういうことが言えますね。このグループの運命としては、順風満帆に全てが行くというわけではないかもしれないですね。まだデビューしたばかりですので将来は分かりませんけれども、たびたび限界に挑戦しなければならない出来事ですとか、苦難ですとか、何かの危機が起こるかもしれないです。しかしその危機を乗り越えてかなりの人気を博すと、そして最終的には頂点に立ったり目標を達成するという、そういう運命を持っています。やはり先ほど言いましたように、事務所側がかなりの野心、かなりの成功への気持ち、強い気持ちを持って送り出したグループというのは確かです。このグループが今よりももっと成功するためにはどうすればいいのかということを鑑定してみるんですけれども、もうちょっと世の中の流行に敏感になるとさらにいいと思います。もちろん流行商売ですから、流行に合っているようなものを
大衆に提供するという商売ですから、そういうところは考えていると思いますけれども、最先端の流行ですとかそういうものをキャッチする能力がそれほど強くないと思いますので、もうちょっと最先端の情報、流行、そういうものに敏感になって積極的に取り入れると、さらにバランスが良いグループになるのではないでしょうか。このグループの良い点はチャレンジ精神があるところですね。普通の人がひるんでしまうようなそういうことにもどんどん挑戦していって果敢に飛び込んでいくという、そしていろいろなことに興味を持って挑戦するという、その行動力がありますね。もともと行動力があるグループとなります。そこが良い点です。またその行動力を生かして海外でも人気が出ると思います。というかすでに海外でももう注目されていて人気があると思うんですけれども、海外で講演したりですとか、海外のファン、日本と韓国だけではなくてそれ以外の国でも活発に行動を起こしたり行動したりプロモーションをするということは、とても人気のためには良いことだと思います。それでは次にエナイプについてカードでも占ってみます。こちらのタロットカードを切りながら今後についての質問をしてみました。このようなカードが出ました。これは見るからに良いカードですね。このカードの意味としては成功、そして富という意味があります。また家を買うという意味もありますね。ですからいずれにせよこのグループは売れてお金が入ってくるということですね。そして家を買うというのは、この事務所がこのエナイプの成功によって新しい社屋を建てたりですとかビルを建てたりですとか、そういう意味になるかもしれませんね。また富という意味もありますので、いずれにしても成功して富を得ると言えるでしょう。また全てに対して成功するという良い意味ですので、やはりこれからどんどん人気が出ていくのだと思います。これはもうとにかく良い意味ですね。ですのでおそらくこれからヒット曲を連発して世界的に人気が出てということで成功するという意味ですね。ですのでファンの方々は安心して応援できると思います。今日はエナイプンのこのグループ全体の運を占ってみましたけれども、メンバーのニキ君の性格などについては個別で動画を作っていますので、興味がある方はどうぞご覧ください。このグループは勝ち負けがはっきりして勝負するような場面があった方が頑張れる、そういうグループだと思いますね。例えば何かの賞レースですとか、この人気のナンバーワンを決めるようなそういう場面ですとか、ライバルがいた方が頑張れるグループとなりますので、このグループのライバルというとどこのグループなんでしょうね。最近デビューしたとなるとトレジャーなんでしょうか。またはもうすぐデビューするという予定のビッグヒットの日本のグループですとか、 K 君がいるグループですね。そのようなグループと切磋琢磨してライバルに打ち勝つという、そういう状況が設定されると、さらにメンバーたちの意欲も湧いて頑張ることができると言えると思います。以上、このようにタロットカードで成功という良い意味が出ましたけれども、先ほども言いましたように長期的に見ると試練ですとか逆境というのに直面するということも出ていますので、今年は成功できると思いますが、長年といいますか中期的な観点、3年5年というようなそういう観点で見ますと試練や逆境もあるでしょうね。しかしその度に皆さんメンバーですとか事務所も頑張って一丸となって自分たちの限界に挑戦しようという、そういう努力ができる方々だと思います。そしてその逆境を乗り越えたことによって社会的にも大きな影響を与えると、そういうことも言えますね。以上です。今日もありがとうございました。